人生なんてそんなものを何十年も過ごしてきて、流行なんてものへの興味はとっくに忘れてしまった。だからってそれなりに積み重ねてきた、そんな時間の中で気に入ったもの、高いとか安いとか、他人に好きなものをとやかく決めてもらうほど青臭くもない。愛せるものが何なのか、それが分かるようになれば誰だって似たようなものだ。長い時間の中で一緒に歩いていく靴、どれを選ぶかによって服や持っているものだって変わるものだ。だから俺と靴の10 days をこんな場所に晒してみることにしたんだ。 Second days Louis Leathers One Night One Motorway Boots。 さてクラシカルなブーツは好きかな。僕はバイクも趣味でこうしたライディングブーツも履くんだ。ギアを変える時の靴へのダメージのための補強が左右にされているのは、昔は左右どちらにもペダルがあったからだ。そこはゴツゴツとしたこのコマンドソールか一般的なものが選択できる。下側には3つのベルトでしっかりと足を固定して、上部は太いベルト1本で足を固定する。まるで乗馬用ブーツのようなデザインで、かかと部分から膝のあたりまで長い距離を、イギリスの靴なんだけれどもイタリア製のリリのジップで締め上げるんだ。シャフトの上部は赤く染め上げられた補強用の革が巻かれていて、他人には見えないが、俺はこうした細工が大好きだ。こいつに合わせるとしたら、やっぱりアウターもルイスがいいだろう。こいつはいわゆるロンジャン、つまりロンドンジャンパーと呼ばれるもので、アメリカで流行したダブルのライダースを模倣したが、コストやディティールが当時は不確かだったので、肩のエーボレットや腰のベルトなんかがなくて、その代わりにすっきりとした印象を見せてくれるのが気に入っている。ジーンズはパワーエイジで、防風防水処理が裏側になされたライダーにとってはありがたい代物だ。膝や骨盤部分にはプロテクターが装備されている。ジップ部分にもフラップがあり、雨の時もそこからの侵入を許さない仕様だ。古い仕様のブーツだ。そりゃ履きやすいわけもなくて、4つのベルトを締めるだけでもかなりの手間だ。古典的ではあるのに、残念なことに革はいわゆるガラスレザーで、どうしても傷も目立ってくるし、手入れもやりやすいとは言えないだろう。ノーザンプトンにあるどこだかわからない下請けが作っていて、出来は悪くはないが、そんなに良いわけでもない。それでも唯一無二なデザインは持っていて損のないものだろう。ところで今回はブーツとか靴とは言っても、そのコーデは服だけではとても完結するものでもない。やはりそこにバイクがあって初めて完結するもので、俺の愛車モトグッツィルマン3に乗ることで、このブーツは初めて完成する。
ルマンは遠くイタリアのロンバルディアからやってきて、前のオーナーから受け継いだもので、今は俺と人生を共に歩んでいる。ところでバイクも靴も似てはいないか。これからもずっと人生を共に歩んでいくんだろう。